日銀、日本初のマイナス金利の導入を決定。日銀は今日、金融政策決定会合を開き、民間銀行が日銀に新たに預ける資金に手数料を課すマイナス金利の導入を初めて決めました。9人の政策委員のうち賛成が5人、反対が4人で、わずかの差で決まったということです。マイナス金利は来月16日から導入され、日銀はこれまで民間銀行から預かった資金に年 0.1% の利息をつけていましたが、新たな預金には逆に 0.1% の手数料を取ります。日銀の黒田総裁は記者会見で、貸出金利などの一段の低下を通じて消費や投資の拡大を促すことが狙いだと説明しました。それではですね、経済に関するニュースいろいろありました。特に日銀が日本史上初のマイナス金利を導入、はい、大きく取り上げられてますけれども、はい、このニュース取り上げたいと思います。お電話でゲストの方にお話を伺いましょう。明治大学准教授で、経済学者の飯田康之さんにお電話でお話を伺います。はい、飯田さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まず日銀が金融政策決定会合でマイナス金利の導入を決めました。はい、このマイナス金利というのはどういうものなんでしょうか。はい、通常のいわゆる市中銀行、一般の銀行ですね、はい、というのは預金の一定割合を日本銀行の当座預金口座というのに預け入れる準備という、預金をしなければいけないことになってるんですね。はいはい。で、通常であればこの金利がつかない当座預金にはあまりお金を入れたくないわけなんですけれども、現在の、量的質的金融緩和ですと、こういった銀行から日銀が国債を中心とした資産を買うので、はい、その代金が各銀行の日銀の当座預金というところに振り込まれて溜まっていくと。ほう。で、本来はですね、その日銀当座預金にずっと積んでおいてもあまり利益は生まない。必要な分を超えた分についても 0.1% の金利しかつかないので、さすがに企業や家計に対して各銀行が貸し出しを増やすだろうというふうに、これまでの量的緩和というのは狙って行われてきたんですね。はいはい。で、実際、黒田日銀になってからいわゆる貸し出しは増えているんですけれども、はい、その増え方というのが、当初思っていたよりも、スピードが遅い。ほう。また、現在世界経済全体に不安が広がっているので、もっと増やしてほしいと。はいはい。では、0.1% だったら、ほどほどしか貸し出しが増えなかったわけですから、マイナスにしたならば、むしろですね、これから日銀がもっともっと量的緩和をして、はい、一般の銀行の資産というのを買って一般の銀行に、お金を渡したとして、はい、日銀にそのまま置いて、置いたら逆に目減りしてしまうと。マイナス金利というのは銀行が日銀に預ければ預けるほど銀行側は損するということになるわけですよね。そうですね。はい。で、そうなると銀行側としてはいよいよ貸し出しを行う、貸し出しを増やすという選択肢を取るであろうと、はい、こういったことを期待しての政策なんですね。こういうことを期待して、はい、はい、まさにマイナスの金利がつくと、じゃあ銀行は現金を貯め込むんじゃないか、はい、と思われる方もいるかもしれませんが、銀行が保有する現金の分も、一種、準備預金しているのと同じだとしてカウントすることになっているので、はい、やはり銀行としては何らかの貸し出し先を、探していかざるを得ない状況になっていくわけです。貸し出さないとむしろ損するので、銀行として積極的にどっか借りませんかっていう動きをするようになると。そうですね。なるほど。そうするとこのマイナス金利導入することによって経済にはどんなメリットがあると考えられるんですか。はい、このマイナス金利の狙いというのは長期金利、つまりはですね、今ゼロ金利政策と言われていますが、ゼロなのは超短期金利だけなんですね。はい。もっと2年3年できれば10年15年といった長期の金利をもっと下げて、長期的な借り入れまたは貸し出しですね、銀行から見ると、はい、それを増やしてほしいと。ほうほう。そういう長期金利を一層低下させるのが、まず第一の狙いですね。それによって経済にテコ入れをしていこう、
投資、住宅投資であったり設備投資を刺激しようという考え方です。あ、より 大きな規模にその分金額がなっていく。そうですね。より大きな、まあ、金額感というものは期待できるということですか。はい、大きな投資ですとやはり10年15年かけて、まあ、返していくわけなので、重要なのは短期金利ではなくて長期金利ということになるわけですね。はい、これが1点目。はい、でそれを通じて、まあ、もう一つのメリットとしては、まあ、やはりですね、これだけ円を世の中に供給する、はい、たくさんあるものは安いわけですから、うんうんうん、最近年明け以降たまにやや円高めに触れている傾向というのの是正にも役に立つと思います。つまり円安にしていくと、はい、いうことになるわけですね。そうですね、うん、実際こういった効果というのは確実に現れるというものなんでしょうか。はい、まずマイナス金利はですね、ヨーロッパ欧州中央銀行であるとか、はい、またはスイス、スウェーデン、デンマーク等で実施されていて、ただ歴史が浅いので最終的な結果までは見られていないんですが、はい、長期金利を下げる効果、あと為替を通貨安にする効果は実際に発動各国でしているようです。となると今の日本でも同じような効果が得られるだろうということですか。そうですね。で、長期金利の結果低下がどの程度、消費投資を刺激するかについてはまだ歴史が浅いので未知数の部分が多いというところだと思います。なるほど。逆にデメリットというのは考えられるんでしょうか。そうですね、ま、現在のところ目立ったデメリットというのは顕在化していないんですが、はい、ま、ある意味で言うと今までの量的質的金融緩和を、ま、さらに、ま、今までは量の面で今度は金利の面で強化していくというわけで、はい、かなり強力な金融緩和姿勢ということになったと、はい、でそうしますと今度は景気が過熱したときに引き締めが遅れるんではないかという懸念を持たれる方もいるんですけれども、私自身の考えとしてはまだその景気の過熱という話をするには随分気が早いんではないのというふうに思ってしまうんですよね。景気が全然良くなってないじゃないかって批判が中にはあったりする中で、過熱したらどうするんだっていうにはおいおいちょっとその話早すぎだろっていうことになるわけですね。はい、アメリカでもですね、アメリカはマイナス金利はやらずにいわゆる量的質的な金融緩和なんですけれども、リーマンショック以降5年以上経ってやっとゆっくり引き締め始める始めないというところですから、はい、ちょっと日本について早いんじゃないのかなと思いますね。こういった話をするとおそらくすぐ出口はどうするんだ、出口はどうするんだって話があるわけですけれども、はい、まさに今言っていたのが、いや出口の話をするには随分遠いですよっていうことになるわけですか。そうですね、出口はやはりですね、これ、ま、みんなの特にですね、実質賃金であったり消費であったりというのが過熱し始めたら考えるというタイプのものだと思いますね。なるほど。しかしこの決定なんですけれども、はい、金融政策決定会合で5対4、賛成が5で反対が4という僅差で決まったと、はい、この票の割れ方をどう見ますか。はい、これはですね、黒田総裁のガバナンスの取り方というのが、いわゆる日本的なリーダーとはかなり性質が違うんですね。はい、どうも漏れ伝え聞くところですと、政策決定会合5票集まれば必ず決定なんです。はい、そうすると根回しで5人分賛成が取れると分かった段階でもう提案してしまうというタイプの意思決定、これまでの政策、まあ、例えば追加緩和の際にでもね、はい、ですね、どうもその全員のコンセンサスを取ってみんなで、賛同してやろうというのではなく、別にまあ5票取れれば意思決定できるんだから5票集まればいいじゃないか、はい、というタイプの、まあ、意思決定をする、ある意味で言うとすごく、まあ、合理的といいますか、あまり日本的ではない組織運営、ドライな組織運営をされる方なので、はい、賛否が割れたというよりも、うん、もう5票取ったらそれでいけるっていうふうに考える、はい、そういったタイプの総裁なんだなと改めて感じますね。なるほど。じゃあこの票の割れ方がメリットデメリットの表れ方というふうに単純に考えない方がいいということですか。そうですね、やはりマイナス金利我が国では初めての試みですので、まあ、ある程度根回しして説得しないと賛成しづらいのは間違いないと思います。はい、でその中でおそらく、まあ5票集まったなと踏んだのでもう提案しちゃったと。むしろですね、この黒田総裁の運営を見ていると、はい、こういった政策変更はスピーディーにサプライズとして行うっていうのをかなり重視しているので、
全員のコンセンサスを取っていたら、はい、おそらくはですね、どこからか、何ヶ月もかけてコンセンサスを取っている間にどうもマイナス金利あるぞと、いう話が漏れ伝えられて、でそのうちに、じゃあいつマイナス金利にするんだみたいな話、こういうの地ならしっていうんですけれども、はい、こういった地ならしみたいなのを狙わないタイプですね。むしろ早いこと、まあを中心に、まあ、とにかくスピード感っていうのを大切にする総裁だなというイメージです。なるほど。このマイナス金利の導入に対する市場の反応はどのように動くんでしょうか。はい、市場の反応はですね、実際のところマイナス金利によって一番直接的に影響を受けるのは為替です。はい、で為替についてはやはりマイナス金利の、検討かという報道、一部報道が出た段階から大きく乱高下を始まりまして、で一時期やはりやらないんじゃないかみたいな話でまた動いたりといって、まあ、かなり今日は値動き荒かったんですけれども、方向としてはやはり円安の方向にもう向かい始めた感じですね。はい、期待値はあるということですか。そうですね。なるほど。しかしこれまでですね、金融緩和を続けてきた上で今回マイナス金利導入ということになるわけですよね。はい、この路線、脱デフレ路線ということはまだまだ黒田日銀力を入れてやっていくという姿勢の表れなんでしょうか。そうですね、この黒田日銀一番、まあ、実は大きな誤算はですね、景気がある程度拡大する現在、雇用の数、頭数だけは非常に伸びてるんですね。でこういった状況がしばらく続くとすぐに人手不足になって給料が上がってそれによって、インフレになるというのを描いていたんだと思うんですが、まあ、人が足りなくなるとお金を出さないと来なくなるの で、ね、で賃金上げるかっていうことでそれぞれが上げ出す、そうなると物価も上がっていってっていう好循環を思い描いてたっていうことですね。そうですね。しかしですね、意外と日本はですね、ちょっと雇用情勢が良くなってみると働き出す、または高齢者で再雇用を望むという人が想定より多かった。これはいいこと悪いこと半分半分なんですが、日本経済の潜在的な力というのが、当初日銀が想定していたよりはだいぶ上だった。はい、そうなるとですね、より一層金融緩和を続けて時間をかけてその、まあ、ある意味で言うと人手不足で賃金を上げざるを得ない状態というのに持っていく、思ったより、日本経済の実力は、まあ、上目だった高めだったというのの表れじゃないかと思いますね。はい、ということはその分賃金が上がりそれから物価が上がるまでのタイムラグというのが大きかったということにもなるわけですね。そうですね。でさらには、まあ、中国経済そしてアメリカの利上げ等で不安定化しているのでもう少しもう一段のテコ入れをしたいと。はい、エコノミストの間でも今回のマイナス金利、まあ、さまざまな意見あるんですけれども、より積極的に、こういった、まあ、マイナス金利の導入と同時により大きな量的な拡大であったり、もっと長期間にわたってこういった金融緩和を続けるんだという時間的な主張であったり時間的な長期化であったり、はい、もっと別の方法も同時にやってほしかったという声も結構ありますね。なるほど。今後もこういった金融緩和の拡大そしてまあ、しばらくはマイナス金利の、まあ、持続などは黒田日銀は続けていくということになるわけですか。そうですね、黒田総裁の間は、まあ、おそらく引き締めに転じるという方向性はちょっと取られにくい現状だと思います。よほど景気が急激に良くならない限りは。はい、一方でその安倍政権の下ではその、まあ、ベースアップで賃金を上げるというようなことをですね、まあ政策としてお願いしていたりとかしますよね。はい、でもその一方で、消費税を 10% に上げるっていうのこともやっていてですね、全体としてどうなるのかっていう見通しが難しいところだと思うんですけれども、このあたりは一貫性あると考えられるんですか。はい、これが大きな問題で、はい、政策っていうのは一貫性と継続性があるとですね、うん、割と効くんですよ。はいはい、でどんないい、まあ、経済政策だったとしても一貫性を欠いていたり継続性が疑われると全然効かないんです。でその意味で、消費増税とこの金融緩和の組み合わせというのは金融を付加して、財政は引き締める税金の方は取るわけですから、はい、ちょっと矛盾している、うんうん、この矛盾している政策があると金融政策自体の効果を弱めてしまう。はい、つまりは金融政策うんと付加してるから多少財政はストッパーかけてもいいんじゃないかとはならずにですね、このちぐはぐなことが両方の政策の効果を削いでしまう可能性非常に高いと。
曲がりなりにもといいますか、ずっと、デフレ脱却というのを目標に経済政策をやるのであれば、消費増税は完全にその目標に対して矛盾した政策だということに、早くより多くの政治家、または、与党だけではなく野党も気づいてほしいですね。なるほど。さて一方でですね、もう一つ、甘利、大臣が元大臣となりまして、石原伸晃新経済再生担、新経済再生大臣というふうに、変わりました。はい、石原さんは、安倍さんが言うところの政策通であり、経済にも強いし、なんかこう、切り込んでくれるみたいなね、そうしたような、褒め言葉とともに紹介されてましたけれども、石原さんって経済においては政策通なんですか？いや、それは、新しく閣僚をお願いする人に悪口を言って就任依頼をするわけにはいかないと思うんですよね。ああ、なるほど。で、石原大臣はですね、こと金融財政については、それほど定見といいますか、確固たる意見というのを、開陳したことがあまりない。でどちらかというと、旧来型のいわゆる安倍政権以前の自民党の経済政策に近い考え方をかつては、持っていた方ですので、この、石原大臣がこの現在の安倍政権の中に入る、そして、経済の主要閣僚になる中で、どういう政策を出していくのか期待したいというのと、失言にはご注意くださいと。金目とかね。報道ステーションで、生活保護のことを生ポっていうネットスラングで言ったりしてね、はい、僕ドン引きみたいなこともあったりしましたけれども。はい。となると、じゃあ、麻生大臣が言っていたような、あまり得意じゃないけど頑張ってくれっていうのは、それなりに妥当な評価をしている、ね、素直な評価をしているということなんですか？こういうところで本当のことを言ってしまうのが、麻生さんのダメなところで、いいお茶目なところかもしれないですね。全体として安倍政権の経済政策、今後どういった方向に行きそうですか？はい。現在ですね、やはり、この消費増税についても、または財政再建路線についてもですね、比較的、慎重派だった甘利さんが、辞任されたことでですね、少しもしかしたらもっと、財政は引き締め気味に向かうんではないかという懸念があります。はい。で、こういったところを、安倍首相であったり菅官房長官というのがどう抑えて、より拡張的な経済政策に向かっていけるのか、それとも、足して2で割ったようなどっち行くのかわからない、政策になってしまうのか、ある意味甘利さんが辞められたことで、安倍政権としても今正念場、になりつつあるんだと思いますね。なるほど、わかりました。飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。